日本松第一中学校前ですけど、4月30日ですね。今3時半、午後3時半回ったところです。まあ、相変わらず高いですね。立って歩いてても2から3ぐらいありますから、まあ、こんなところで本当は授業やってちゃいかんと思うんですよね。放射線管理区域ですから本来。それの何倍もあるわけですから。まあ、やはり高いところですと3から4ありそうですね。まあ、4から5ぐらいのところもありますね、地表ですと。特に立ち入り禁止とか書かれてません。なんか柵っぽいものあるんですけど、公園にもなってるんですかね。中学校のグラウンドにも見えますし、公園にもなんかなってるような感じのところでありますけど、おそらく中学校の中なんですかね、ここは。まあ、やはり高いところですと地表ですと4から5あると。で、立って持ってて歩いてても結構ありますね。2から3。まあ、こんなところで本当に自由しない方がいいと思うんですけどね。相当な被爆になりますから。年間の もしもこの状態が続きますと年間何十倍ですから、普段ので何十倍という感じですから、浅くなっていて、テニスコートなんかも見えますけれど、近くにボールなんかね、バウンドしてまた放射性物質つきますんでね。まあ、校庭とかグラウンドは使わないという方針に本当はしてもらいたいんですけどね。まあ、逆にそうしないのが おかしな話ですよね。育ち盛りの子供だったりするわけですから。